リナルド・デステは、モデナ及び、レッジョ公・コリナルド三世・デステとも言われる。フランチェスコ一世・デステと三度目のヒル・クレツヤ、バルベリーニの一人息子として生まれた。幼少時から聖職につき、六百八十五年に、数奇鏡となった。追いフランチェスコ二世・デステが着死がないまま死去したため、六百九十四年に、現続して、行位を継承した。1702年。 スペイン継承戦争が起こると彼は中立を宣言した。しかしフランス軍がモデナ公国に侵攻するのを防げなかった。リナルドはボローニャへ避難した。1707年長い攻防の後ドイツ軍によりモデナからフランス軍が駆逐された。和議によってリナルドはミランドラ公国を獲得したがコマッチを失った。彼は フランス王族であるオルレアン号フィリップ2世の娘シャルロットと着手フランチェスコを結婚させることでフランスの協力を得ようとした。ところが主にシャルロットの自由奔放な振る舞いのためにこの結婚は波乱含みのものとなりリナルドは息子夫婦のためにリバルタに別々の住居を建ててやらなければならなかった。サンジョエンリチェッタとパルマコ アントニオ・ファルネーゼとの結婚を通して、パルマ公国との同盟を図ったのも、大して利がないまま終わった。結婚後わずか3年でアントニオは亡くなり、エンリチェッタとの間に子供がなかった。その後、パルマ公国はスペインのブルボン家のものとなったのである。1733年、ポーランド継承戦争が勃発。リナルドは、またしても、中立を宣言したが、裏では、 オーストリアと手を結んだ。再び、フランス軍が侵攻し彼は、ボローニャへ逃げたが、1736年の和議によって、エステケは交遇され、ノベラーラとバーニョロを得た。ブラウンシュバイク・カレンベルク公ヨハンフリードリヒの長女、シャルロッテ・フェリーツカタスと結婚、7子を設けた。ありがとうございます。